ジブラルタルはイベリア半島の南東端に突き出した小半島を占めるイギリスの海外領土。ジブラルタル海峡を望む領好を持つため地中海の出入り口を抑える戦略的要衝の地、すなわち地中海の鍵として軍事上、海上交通上重要視されてきた。現在もイギリス軍が駐屯する。半島の大半を占める特徴的な岩山は 古代より西への航海の果てにあるヘラクレスの柱の一つとして知られてきた。半島は8世紀より、ムーア人、レコンキスタ語はカスティーリア王国16世紀より、スペイン18世紀より、イギリスの占領下にあるが、その領有権をめぐり今もイギリスとスペインの間に争いがある。地名の由来はジブラルタル海峡を渡って、 イベリア半島を征服したウマイア朝の将軍である、ターリクイブンズイアードにちなんでおり、アラビア語で、ターリクの山を意味するジャバルターリクが点火したものである。なお、ジブラルタルの英語での発音は、ジブロールタ、DIBRLT、スペイン語での発音は、ヒブラルタル、サイベータロールターに近い。人類の痕跡は古く、ネアンデルタール人の遺跡が発見されている。 紀元前950年にフェニキア人がジブラルタルに初めて定住するようになった。その後もローマ人やバンダル族、ゴート族などがジブラルタルに訪れたが、どれも永住ではなかった。フェニキア人国家のカルタゴが第一ジボエニ戦争後にジブラルタルと南イベリア半島を勢力化とした後、第二ジボエニ戦争によってローマ帝国がジブラルタルとイベリア半島を 俗領としたものの、400年代初期から、西ゴート族が、イベリア半島に居住するようになり、西ローマ帝国滅亡後は、西ゴート王国の支配下となった。711年、西ゴート王国は、ウマイヤ朝のターリクイブンズイヤードに征服され、滅亡する。ムーア人の支配を受けて、イスラム圏に入るが、およそ4世紀の間ジブラルタルが発展することは、なかった。 756年にはアトウマイヤ朝が成立。変遷を経て1309年にナスル朝グラナダ王国の一部となる。カスティーラ王国によって一時占領されるが、1333年にマリーン朝が奪還し、1374年マリーン朝はグラナダ王国にジブラルタルを割上した。1462年に メディナシドニア港がジブラルタルを奪取し、750年間に渡るムーア人の支配を得た。メディナシドニアは追放された、スペイン・ポルトガル系ユダヤ人に、ジブラルタルの土地を与え、コンベルソのペドロデーラがコルドバとセビリアから、一団のユダヤ人を移住させ、コミュニティが建設された。そして、半島を守るため中東軍が設立された。しかし、セファルディムとなった。 ユダヤ人は数年後にコレドバカ、異端新聞書に送還された。フェルナンド二世がスペイン王国を打ち立て、1501年にはジブラルタルもスペイン王国の手の下に戻った。同年にイサベル一世からジブラルタルの文章が送られた。80年戦争中の1607年にオランダ艦隊がスペイン艦隊を奇襲し、ジブラルタル沖が戦場となった。 この回戦でスペイン艦隊は大きな打撃を被った。1701年にスペイン王位継承で候補者の一人、カール大公の即位を後押しするオーストリア、イギリス、オランダがフランスをウル14世とスペインをフェリペ5世に宣戦線布告し、スペイン継承戦争が始まるとオーストリア、イギリス、オランダの同盟艦隊は、 スペイン南岸にある港町の襲撃を繰り返した。1704年8月4日、ジョージ・ルーク・提督率いるイギリスとオランダの艦隊の支援の下オーストリアの軍人である、ゲオルク・フォン・ヘッセン・ダルムシュタット指揮下の海兵隊がジブラルタルに上陸した。交渉の末、住民は自主退去を選択し、海兵隊はジブラルタルを占領した。フランス・スペイン連合軍は、 ジブラルタル奪回のため艦隊をトゥーロンから派遣、それを阻止しようとルーク率いるイギリス・オランダ海軍が迎撃に向かい、フランス・スペイン海軍が撤退したことでジブラルタルは確保された。1713年4月11日に、ユトレヒト条約の締結によって戦争が終結するものの、その条約でジブラルタルはイギリス領として認められ、スペインは奪回の気を失った。 アメリカ独立戦争中はスペインが独立軍の支援に回り、1779年からジブラルタルへの厳重な封鎖を行った。イギリス軍は1782年に浮き放題と、包囲兵を撃破し、包囲網を破ることに成功した。翌年には、パリ条約に先立ち、講和が行われ、ジブラルタルは解放された。1805年、トラファルガーの海戦では、 イギリス海軍の拠点となった。その後、インドへのルートに、スエズ運河の開通で、地中海が加わり、蒸気機関を動力とする、装甲巡洋艦などが海軍で普及すると、旧短基地の役割も求められ、第一次世界大戦においてもジブラルタルが重要視されるようになった。 第二次世界大戦中もジブラルタル海峡の封鎖を行っていたフランスがドイツに敗北し、新独政権であるビシー政権が設立され、フランス海軍がその指揮下に入ると、イギリス海軍 H 部隊がジブラルタルに配備された。統治作戦では、アメリカ軍もジブラルタルを拠点にした。なお、ドイツ軍はジブラルタルを陸路から攻略することを企て、 フランシスコ・フランコ独裁下にあり、中立国であったスペインに参戦と協力を要請したが拒否された。第二次世界大戦後は東西冷戦が始まるもイギリス海軍が役割を縮小すると同時にジブラルタルの軍事的役割も低下した。1967年にイギリス地中海艦隊が解体され、 これに代わるアメリカ海軍第6艦隊は、イタリアのガエータを拠点にしている。しかし、1982年のフォークランド紛争や1986年のアメリカ空軍によるリビア爆撃で再び、ジブラルタルと基地の重要性が確認され、現在もイギリス海軍のジブラルタル戦隊が、駐留している。領域は南北に細長く伸びた半島になっており、 南北に5キロ、東西に1.2キロある。東は地中海、南はジブラルタル海峡、西はジブラルタル湾に面する。北側は、左室の低地で、スペイン本土のアンダルシア州ラリネアコンセプシオンとつながり、いわゆる陸系島となっている。半島の南端は、エウローパ岬と呼ばれ、そこからジブラルタル海峡を挟んだ。 アフリカ側にはスペイン領セウタがある。一方、北側のサスにはジブラルタル国際空港があり、その北に幅800メートルの中立地帯が設けられて国境をなし、さらにその北がスペイン本土の町ラリネアである。ジブラルタルとスペインの国境にはフェンスが設けられている。ジブラルタルの地図ジブラルタルのザロックと手前のラリネア。 市街北西からの長め半島の大半を占める石灰岩と結岩からなる岩山はザロックと呼ばれる。東側は事実上等半不能の崖であり、西側も山頂付近は急峻だが、中腹以下は比較的緩やかな傾斜となって市街地が階段状に連なり、さらに下った沿岸部分は港湾施設が大部分を占める。最高峰は 岩山の南側頂点にあたるお原放題跡の展望台で海抜426メートルある。北側頂点には、ふもとの市街からロープウェイで登ることができ、徒歩によるつづらおうりのトレッキングコースもある。こちらも展望台があり、レストランなどもある。石灰岩地質によって形成された小乳洞が山の中原にある。小乳洞は見学ができ、 見学コースの途中には世界的にも珍しい鍾乳洞の空間を利用したコンサートホールがあるが自然の鍾乳洞に手が加えられていることから自然保護の観点から賛否がある。また岩山を掘って作られた主に軍事目的の地下通路、弾薬庫、貯蔵庫などもあり掘り出された土砂は北西岸の埋め立てに使われた。ジブラルタルには 自然の有水源や河川がなく、夏季に全く雨が降らないこともしばしばであるため、東側山麓の斜面に岩山そのものをうがった、雨水用の貯水層が作られている。浄水はそこから集めた水、ポンプで汲み上げた水、海水を上流した水をブレンドして供給されている。地中海性気候及び亜熱帯に属する。夏季は高温多湿であり、冬季は比較的温暖で、 高雨も適度にある。バーバリーマカク植生は500種以上に上る。ザロックの頂上付近にはオリーブや松が自生し、ジブラルタルキャンディタフトというこの地特有の花も見られる。ザロックはヨーロッパで唯一となる野生ザルの生息地である。これらのバーバリーマカクはマカク族なので日本ザルと近縁だが、オスの生態は体毛が長く台湾ザルに似ている。 彼らがジブラルタルからいなくなったら、英国がジブラルタルから撤退するとの伝説がある。この猿たちの世話は、イギリス陸軍砲兵隊の管轄。また、第二次世界大戦中に、物資不足から猿の個体数が減少したが、チャーチル首相が、直々に猿の保護を命じたという逸話が残っている。猿の他には、ウサギ、キツネなどの小動物が見られる。また、 ザロックは渡り鳥の群れの中継地点ともなっている。ジブラルタル議会1969年の憲法制定以来、ジブラルタル自治政府によって防衛以外では内政に関して完全な自治が行われている。イギリス国王がイギリスの首相の助言に基づいて任命するジブラルタル総督が国王の代理として首長を務める。総督には現役軍人が任命され、 実権を帯びた最高軍事司令官を兼ねる。総督の自治政府首長としての任務はおおむね名目的である。選挙権は18歳以上のジブラルタル人と6ヶ月以上居住しているイギリス人に与えられる。4年ごとの選挙によってジブラルタル議会の議員17名が選ばれる。また、彼ら以外に1名の議長が首相の助言に基づき総督によって任命される。 首相には議会の多数党党首が総督により任命される。議員のうちから多数党党首が9名の閣僚を指名し、彼らも共に総督によって任命される。1713年のユトレヒト条約以降イギリスが統治を続けているジブラルタルだが、スペインは今も返還を求めている。ジブラルタルはヨーロッパに残る最後の植民地であり、また、 形相当事国がいずれも EU 加盟国であった点、形相が300年もの長きにわたっている点で、世界の領土問題の中でも異色の存在と言える。スペインの基本的見解は、ユトレヒト条約第10条は、ジブラルタルの町、城、それに付随する港、要塞の所有と、軍事利用をイギリスに認めたに過ぎず、主権はスペインに残っているというものである。 スペインにとってジブラルタルは長らくスペインの靴の中に入ったペニョンとなっている。しかし返還を求めるスペインの主張はモロッコのセウタなど自らの植民地所有と矛盾するものでもある。一方、現在のイギリス統治が住民から圧倒的支持を受けていることは1967年9月の住民投票から明らかであるが、同年12月に国連の非植民地下委員会は イギリスのジブラルタル領有を植民地主義的だとして返還を促す決議を採択している。1704年のイギリスによるジブラルタル占領以降、スペインはジブラルタルを武力で奪回すべく1705年、1727年、1783年に包囲戦を仕掛けたが、いずれも失敗した。またその後の外交による交渉もすべて不守備に終わった。 19世紀後半以降、スペインの国力が衰えている時期にイギリスは国境を北へ押し上げる行動に出た。最終的にこれは、スペイン本土との間に非武装中立地帯を設けることで落ち着いたが、ここの境界線の確定は今も棚上げされた状態である。1954年2月、イギリスの植民地を歴訪していたエリザベス2世が、 スペインの抗議にもかかわらず最後の訪問地としてジブラルタルに入るとスペイン各地で抗議運動が沸き起こった。スペインは翌1955年に国連加盟を果たし、早速ジブラルタル問題を国際世論に訴えかけ、1957年にジブラルタル返還を求めて国連に提訴した。1960年代には運動を強化し、 1964年に国連の非植民地下委員会へ返還要求を提出した。イギリスはこれに対し、イギリス統治の可否を問う住民投票を1967年に実施し、住民は12,138対44という圧倒的大差でイギリスへの帰属を選択した。この投票はスペインの態度を決定的に降下させ、 1969年にスペインは国境を封鎖して物流とスペイン人の通勤を差し止めるというジブラルタルに対する経済封鎖に踏み切った。これによってジブラルタルは陸のことを溶かし、往来はモロッコ経由かロンドンからの航空便に頼るしかなくなった。1982年にスペインに社会労働党政権が発足すると、 ドホでの往来が許可されるなど封鎖は部分的に解かれ、両国間の交渉再開が宣言された。1985年には封鎖は完全に解除された。2002年には共同主権の検討がなされた。これに対し、地元の二大政党である、保守政党のジブラルタル社会民主党及び革新政党のジブラルタル社会主義労働党は、共にスペインに対する主権の譲渡に、 強硬な反対を行い、住民投票においても90%以上が反対の意思を示したため、この構想は実現しなかった。これ以降、貴族に関する交渉は、イギリス、スペインにジブラルタル自治政府を加えた三社間会議に移り、2006年9月に初の会議が開かれた。ジブラルタル自治政府は、その3ヶ月後、自治権拡大を意図した。 新憲法草案を住民投票にかけ、可決させた。2016年のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票において、ジブラルタルでは残留支持票が95.9%に達していたが、全国集計では離脱支持票が上回り EU 離脱が決定した。スペイン側は、ジブラルタルの共同試験での統治を経た後の、 スペイン返還を投票を翌日に提案したが、英政府とジブラルタルのピカード主席閣僚は対決姿勢を鮮明にした声明を発表している。ジブラルタルの独立を求める声もある。特に、ジブラルタルの元首相でもある、ジブラルタル社会主義労働党のジョー・ボサノ党首は EU の講演の下での独立を求めていた。なお、2018年12月4日には、 スペイン海軍の艦船がジブラルタルの領海に無断で侵入し、スペインの国家、国王行進局を大音量で流す事件が発生した。ジブラルタル港と市外ジブラルタルの主な経済基盤は、第一には中流するイギリス軍に関する軍事、関連産業である。他、ジブラルタル港では自由港として、中継貿易も多く行われている。 ジブラルタルはもともと領土が狭く、さらに平地が限られるため、農業はほとんど見られない。工業も小規模な食品加工関連があるだけである。近年は観光開発にも力を入れており、1988年には377万人が観光に訪れた。また、スペインに対して相対的に低い法人税が銀行、金融部門の成長を促しており、 2013年時点で同部門が GDP に占める割合は25から30%に増加、特にオンラインギャンブル関連は GDP の15%を占めるまでになっている。ジブラルタルで正規に登録されている企業は1万8000社に上るが、ペーパーカンパニーも少なくなく、AK 金融機関と密接な関係のある租税回避地として域きから問題視されているという、 面もある。人口の約60%は総督府に雇用されている。民間部門では建設業、船舶修理業、観光業などの従事者が多く見られる。通貨としてジブラルタルポンドが発行されている。ジブラルタルではイギリスポンドも使えるが、逆にイギリス本国でジブラルタルポンドを使うことはできない。ユーロが使える店舗も多いが、レートに バラつきがある。ジブラルタルには消費税がない。セントマリーザ・クラウンズ協会3万人近い人口のうちイギリス系27%、スペイン系24%、イタリア系19%、ポルトガル系11%、他19%という比率になっている。また、スペインはユダヤ人を追放したことから独特のユダヤ人コミュニティが成立している。 小売業に多いインド人やモロッコからの労働者もそれぞれコミュニティを形成している。何世紀にも渡りジェノバ人、ユダヤ人、マルタ人、モロッコ人、イギリス人、スペイン人が行き交った結果、ジブラルタルは様々な民族の根血が進んでいる。1925年以前にジブラルタルで生まれた者及びその子孫であるジブラルタル人は、 イギリスの完全な市民権を認められており、人口全体の2、3を占める。それ以外の外国人及び軍関係者は居住権がないため居住許可証を必要とする。スペイン本土からは、毎日1万人ほどが越境通勤してくる。住民の多くはカトリックであり、ジブラルタル教区の司教座制度として、セントマリーザクラウンズ教会が置かれている。また、 イングランド国教会の主教座制度としては、ホーリートリニティ教会があり、こちらのジブラルタル教区は、スペイン・ポルトガル・モロッコと広範囲にわたる。公用語は英語であるが、ほとんどの住人はスペイン語を母語とするバイリンガルである。また、英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、ヘブライ語、アラブ語の影響を受けたジャニート語も話されており、ジブラルタル人は自分たちのことを、 ジャニートスと呼ぶことがある。他、ヘブライ語、アラビア語も用いられている。教育は4から15歳を義務教育とし、公立小学校が12校、公立総合中学校が2校、私立小学校が2から3校ある。大学などの高等教育はイギリス本国で受けることになる。文化的にはイギリスとスペインの接中という面を持ち、街並みには エドワード朝陽式や地中海陽式が混在し、さながらイングランドのポーツマスとイスラエルのテルアビブを足し合わせたような面向きを持つ。ジブラルタル国際空港の滑走路は西側がジブラルタル湾に大きく張り出し、南北に道路が平面交差している。50km の道路と 50km のトンネルがある。20世紀初めにザロックの東西を結ぶトンネルが掘られ、 道路網が整備された。ジブラルタル港には旅客船も寄港しており、モロッコのタンジールとの間で毎日カーフェリーが往来している。自動車の通行区分はイギリス本土の左側通行ではなく、近隣諸国と同じ右側通行である。ジブラルタル国際空港はスペインとの国境付近にあり、滑走路は国境に沿うように、 ジブラルタルのある半島を完全に横切って一部は海に突き出して作られている。国境検問所とジブラルタル中心部を結ぶ道路は滑走路と平面交差している。そのため飛行機が離着陸するときは道路側に設置された遮断機が不利通行禁止になる。この対抗空気、踏切は自動車だけでなく自転車、歩行者も通行可能である。 この問題の解消に向けて立体交差のための新設道路及びトンネルの建設を行っており当初は2009年完成予定であった。しかし工事遅延のため2017年現在も完成しておらず先延ばしになっている。ありがとうございます。